の通りベンハミン・アセバルの記念碑プレシデンテアイエス県は、パラグアイ中央の県。2016年の人口は118,801人で、18県中15位。県とは、ビージャーイエス。名前の由来は、第19代アメリカ合衆国大統領、ラザフォード・ヘイズである。彼は、三国同盟戦争の後に発生した。 アルゼンチンとの国境紛争をパラグアイに有利に仲裁した。ヨーロッパ人侵略者と先住民の戦闘によって複数の町が放棄され唯一ボルボン要塞のみが生き残った。ポルトガルやフランスもこの地域に派兵したがうまくいかなかった。1878年三国同盟戦争の後に 発生したアルゼンチンとの国境紛争を第19代アメリカ合衆国大統領のラザフォード・ヘイズがパラグアイに有利に仲裁した。1906年、東西2に分割された。最高気温記録は摂氏44度、最低気温記録は摂氏0度、年間平均気温は摂氏26度、年間降水量は900から1200ミリメートル。ありがとうございます。